お、自転車降りていくんだね。僕たちの自慢の町に到着。冒険者たちがお宝探しの前に準備をしていく場所だよ。グランバザール。恐怖の競技場。レコード屋さん。この間のお寺。あ、こないだじゃ。こないだっていつだよ。古代のお寺。そして、じゃじゃーんって、図書館員さんまだ来てないみたい。そっか。じゃあこの辺ぶらついとこうぜ。オッケー。どこ行こっか。めっちゃ鳥かごある。これは？おや、デメルザじゃないか。あ、バリーパドル牧師。めっちゃ牧師。この大きな温度計全然温度上がらないね。教会のお庭のママに会いに行くんだ。あ、やっぱり亡くなってるんだよ。それはそれはお母さんもお喜びになりますね。しかしですね、彼女の墓石に落書きするのはやめましょうね。神が見ていらっしゃいますよ。それは良くない。お母さんのお墓があるんだ。これかな？ここってお前の母ちゃんの。めっちゃ耳図書いてある。そうだよ。ここがママのお墓。ミミズさんたちをたくさん連れてきて、ママのお話し相手になってもらってるんだ。それって他の人が見たらキモいんじゃねえかな。なんで？ママは探検が大好きでね、いつも地面に穴ぽこ開けてたんだよ。あっちでもずっとそうできたらいいなって。そっか。この人は誰？はい、何がご用でしょうか。何を待ってるの？お借りしていた本を返しに来たんですよ。輝く羽は素晴らしい話でした。アヒルとの生活は少々退屈でしたけどね。もうすぐ図書館員さんが来てくれるはずですよね。冬の間は読書以外やることがなくて。待ってる間何か他のことしてればいいんじゃない？そうですね。カイツブリのフィールド録音でもないかと思ってレコード店も行きました。しかし地獄の蓋が開くような恐ろしい音に襲われ退散せざるを得ませんでした。そのカメラで何を撮ってるの？水鳥にパーフィン、羽のある生き物なら何でもですね。お宝見つけたことある？パーフィンの糞をいくつか見つけましたね。全部大切な宝物です。もう行かなきゃ。バイバーイ。あ、これ、壊れたトラクター？前、我々がぶっ壊したやつ。あ、違うわ。え、なにここ。エビがいる。お、開いた。あいつら、なんて言ってるの？そうだな、多分。パパ、話したいことがあるんだ。僕らはそんなお話ゲームに付き合う気はないよ。じゃあね。パパ、話したいことがあるんだ。大事な話だよ。真面目に聞いてね。僕はね、魔術師になりたいんだ。でな、親父の方がな。息子よ、お前はエビなんだぞ。なんだって？そりゃ素晴らしい。わしは最高の息子を持ったな。ここは褒めてやろう。なんだって？そりゃ素晴らしい。わしは最高の息子を持ったな。他の甲殻類どもが何と言おうと気にするでないぞ。父はエビ類初の魔術師を輩出する家を作れたことを誇りに思うぞよ。ありがとうパパ。最高の味方を得た気分だよ。ほら見て。魔法でサラダを作ってみたよ。わー、すごいいいお話だね。こいつもすごいいいパパなんだね。じゃあお宝探し再開だね。サラダ出てきた。あ、ここグランバザールじゃない？おはよう。おはようさん。どうだい？いいタラ入ってるよ。さっき網から出したばっかのタラもある。タイもあるよ。エイにヒラメ、ニシンにカレイの舞踊りだよ。どうだい？え、なんか言った？
僕はお魚さんに話してるんじゃないの。お魚さんに話してるの。お魚さん、お魚さん。大きい海を泳いできたんでしょ？だから見なかった？お口が硬いですね。僕のお家はお金が必要なんだ。お願い。うん、もういいよ。でもまた来るからね。ガン無視されててかわいそう。お魚屋さん。お？なんだこれ。お宝の調子はどうですか？水の底の宇宙飛行士。宝？何言ってんだ？ボートについた振り壺を剥がしてるだけだよ。なんだ、つまんないの。でもでもお宝見つけたら教えてよね。振り壺さんは目がいいからね。お宝の場所も知ってるかもしれないよ。へいへい、こいつらが何か言ってたとし、言ってたら、聞いとくよ、嬢ちゃん。振り壺が喋るわけないじゃん。変なおじさん。バイバイ。こんなクソガキ。子供って、こんな感じやね。こんなおじさん。子供って平気でこういうこと言うから怖いよ。これなんだ？おめえらちゃんと見張りしとけよ。誰か来たらすぐ言えよな。このパーキングメーターからちょっとだけ拝借するから。もうちょっと。お、よし。ん？あれはなんだ？あれは夏のお祭りだよ。レッサーも見れたらよかったのにね。みんなが昔の格好して走り回って戦争ごっこするんだ。戦争ごっこ？一度パパがね、すごい大泥棒をやっつけたんだけど、実はそれ市長さんだったんだよ。それで僕たちもう出れなくなっちゃったんだけどね。そうなの？これはもう拝借できないんですか？こっちは？あ、こっちもともと我々が来たとこだ。港。ね、ネッサがいたとこ。あ、いけないわ。あ、ペンローズの娘っ子。バークが命からがらブルドーザーから逃げ出したって聞いたぞ。お前は前からどうしようもない子供だったけど、この子にしてこの親ありだったな。なんだと、デメルザーを助けようとしたんだぞ。お前なんか生クリームみたいに呪いにペロッと飲み込まれちまえ。あれ、なんか瞬間移動した。あれ、お家に入っただけだよね。お家に入っただけだといいな。ここは何？ぐぬぬ、ムカつく看板。あそこにあるひっどい看板だな。子供はお断りだって。いけない。あ、でもこれさ、あ、こっち壊れるじゃん。イエーイ。行きたい。どっから来たか分かんなくなっちゃった。これ何？ふーん、伝説を信じてるやつの方が少ねえのな。伝説を嘘って言ってるってこと？ライ。どっから来たんですか、私。音楽の鳴っている場所を探す。なんか生かしたミュージックが聞こえてくるぞ。鼻がかゆいです。とっても。ここが気になる。あ、なんかあるよ。あ、なになに？ウィッチダンク。ママが言ってたんだけど、魔女の人たちはね。ただ男の人より頭がいい女の人のことだったんだって。なんか昔ってそういうの多いよね。頭いいだけで女の人が。魔女狩り。させられて。何これ。ほい。あ、あ、なんだなんだなんだ。あ、壊れちまったみてえだな。
違うよ。ここからステージ2だよ。どこだ？お、あった。ここは何？ペスティってなんだ？ペスティ？パスティだよ。あっちにはパスティがなかったんだね。美味しいやつだよ。パイみたいなね。でも全部くるんってしまってあるの。鈴を掘っていた人たちがね、昔に発明したんだって。洞窟に持っていきやすいようにって。端っこのカリカリのとこはね、クリンピングって言うんだ。ここが持つとこだから、汚いお手手でも食べられたんだってさ。僕パスティ大好き。サクサクのカリカリなんだもん。中には何が入ってんのか？中にはね、美味しいものがたくさんだね。カブさんに、お芋さん、玉ねぎさん、そして牛さんのお肉。私牛肉は嫌いだわ。大丈夫、代わりにチーズのもあるよ。でんで最後に胡椒。あと胡椒、もっと胡椒。胡椒だらけじゃくしゃみ出まくるじゃねえか。持つとこなかったら吹っ飛んでただろうな。頭いいよね。あとあと、昔は甘いプリンも入ってたんだって。デザート付きだよ。すごいよね。え、キモ。パスティって初めて聞いた。餃子みたいな感じだよね、なんか。ここにもある。やった。これなに？おもかじいっぱーい。え？てっきり人魚かと思った。いろいろ浮かんでくる。あと、的どこ行ったんだろう。こっちだ。入ってみようぜ。まに、ここにこれがあるんですよ。あと1個かな。どこだろう。あります。ロックだね。おお、あの人誰？カレンダお姉ちゃんだよ。ちょっと変わってるんだ。足長。膝から下短。いや、めっちゃクールじゃん。カレンダお姉ちゃんはね、学校のいじめっ子をいじめ返したんだって。やつらみんなのカバンに火をつけてね、校庭で大喧嘩で勝っちゃったんだ。僕もそのくらいできたらな。まあお姉ちゃんそれで学校から追い出されちゃったんだけど。いい顔してんじゃん。話してみたいな。すげえな。あのさ。おぉ。いい顔したビートだぜ。なんか顔色悪くない？そのさ、私らのチームに入る気あったりしない？もしよかったらいいんだけどさ。ほら、私も。で、ネルザ、今はやめて。シャムマリアーズの新曲なんだからさ、これ聴き終わるまでは死んでも何も聴きたくないのよ。私デメルザじゃないよ。もう、じゃあまたね。まずいなぁ。あ、ここのバンド、パパが荷物運んでたのだよ。在庫処分のため割引中だってさ。なんで？なんか切ねえな、親父系音楽は。ひどいな、パパかっこいいよ。昔はもっとかっこよかったけど。当てるか。ふーん、こんなとこで他にやることあんのか。ここに他ないのかな。もう調べたよね、大体。でもあの看板が見つからないんだけど。看板どこだ。あ、なになに？あれなに？ただの紙くずだな。なんかお金っぽいよ。1ユーロ札かも。どれどれ。お、落ちた。あ、捕まえろ。どこ行った？落ちた。うわ。落ちた。違う。こっちは見失うなよ。どこどこ。
待ってー。お、こっちか。振り回されてる。あ、くそ、邪魔だ。こっちだ。どこどこ？どこ行った？よし、取れた。でも本の紙、切れっぱしだよ。そうだ、古い本のページ、つまりおそらく図書館員が破ったはずだ。でだ、あの本が大事な図書館員がそんなことをするのは非常事態って時だけだろ？あ？おい、これ見てみろよ。え？ですって書いてある。うわ、これはまずいね。血のメッセージだよ、怖いね。いや、口紅だろ。でもいいメッセージじゃねえな。キャプテンガーガ、図書館員さんの匂い追える？ガーガ、君ならできるよ。深呼吸して、くちばし開いて、閉じて。何か見つけたみたい。ガーガ、何か言ったか？図書館員は見つけられそうか？ガーガーが見つけたって。図書館員さん救助作戦についていきます、キャプテンガーガー。図書館員さんを探す。なんか大変な事態になってしまった。でもエマちゃん、その前にあれを見つけたいのだが。看板、看板、的、マジでない。ないな、一旦諦めよう。よし、行くぞ。サンキューキャプテン。チャリ乗れ、あのガチョウ追いかけっと。おっしゃ。